はい、こんにちは、ゆきよのガングレビューです。今回は食玩のガンプラ入りラウンドボックス、こちらを見ていこうと思います。はい、このように2種類があります。今回の動画ではね、こちらを見ていきましょう。はい、白い方ですね。白い方には何が入っているんでしょうか。はい、これですね。オリジナルカラーガンプラ入り。この商品にはエントリーグレード144/1 RX78 の2ガンダム、スノーイメージカラー1セットが入っています。ということで、この食玩オリジナルのガンプラが入っているということですね。まあ、オリジナルって言ってもね、カラーリングだけオリジナルって感じですね。エントリーグレードは最近よく、発売されてますので、ね、いろんなジャンルで、いろんなカラーが発売されているので、もう皆さん1回は組んだことあるかもしれないですね。まあ、かくいう僕も通常版もライトパッケージ版も持ってるんですけど、まだ組み立てておりません。積んでおります。というわけで、今回組み立てていくこれが初エントリーグレードということになります。噂は聞いてるんですけどね。はい、どんな感じか見ていきたいと思います。結構ね、この入れ物が意外とでかいんですよね。僕が作業机でいつも使っているゴミ箱と比べてもこんな感じですからね。はい、いつものペットボトルと比べると大きさこんな感じですね。はい、こんな感じで結構な大きさがあります。では改めてこのイラストぐるっと一周見ていきましょう。まずは RX78-2、このモデル専用のカラーリングのイラストが描かれております。エントリーグレードと書かれてますね。はい、そしてこちらはいろんなガンプラのブランドのロゴですねが書かれております。そして、内部商品の見本写真が載ってますね。はい、一周こんな感じで上からと下から。では早速ね、開封していきます。これはここから開けるのかな。あ、そうですね。あ、なるほどなるほど。はいはいはい、エントリーグレードがそのままもうすでに袋に入ってますね。ガンプラの箱が入ってるわけじゃないんですね。お、なるほどね。ランナーは、全部でこんだけですね。そしてお菓子が入ってますね。食玩ですから、さらにお菓子。地球連邦軍とジオン軍、同じものですね。同じお菓子が2つ入っております。中身はね、コーンスナックですね。これは嬉しい。うん、塩気のある食玩はいいね。普段チョコばっかし食ってるからね。いや、こっちの方がいいよ。入れ物自体はね、後ほどバケツとしても使うことができるようです。ただ強度はそんなにないですね。ここに継ぎ目があるのが分かります。ちょっとお菓子も試食してみよう。こんな感じですね。味はどうだろう。ああ、コーンポタージュ味ですね。うん、うまい棒うまい棒のちっちゃいやつ、もしくは、おやつはカール、そんな感じのお菓子になってますね。スナック菓子です。うまい。はい、内容物一覧です。まずはランナー A、 そしてランナー B、 本体のスナック菓子 ×2、うん、この大きさは本体の貫禄がありますね。ランナー A は2つに分かれてますね。ランナー A1、2 のタグがついてます。こちらは3、4のタグがついてますね。主に武器類です。そして多色成形ランナーですね。水色と、こちらも薄いブルーですね。薄いブルーに水色、そして銀ですね。こちらは銀プラになっております。こちらも銀プラですね。で、 B ランナーは全部白ですね。こちらも2枚に分かれております。説明書は思ったよりも情報量多いですね。まずは部品一覧表、そして、はい、組み立て手順が順次載っております。裏面に回って完成、そしてガンダムについての情報が載っております。ランナー自体は全てタッチゲートですね。ニッパーを使わなくても綺麗に切り取れるようになってます。お、本当にね、プチプチと簡単に取れていきますね。なるほどね、これは手軽だわ。今回エントリーグレードは作るの簡単ということで、組み立ての全工程見せていきます。まずは口の部分と目の部分ですね。はい、あ、なるほどね。初めて組んだんですけど、目の下のクマの黒部分ですね、ここ影で再現されてるって言われてたんですけど、なるほど、こういうことか。ほうほうほう、噂には聞いてましたけど、改めて見るとね、うまいことできてるなと思いますね。そして口のマスク部分、ここはヘノジダクトの部分は、墨入れせなダメですね。さすがにここは真っ白か。そしてヘルメット、これすごいね。上下にも左右にも分割させてなくて、うん、このままですでにヘルメットが出来上がっております。そして顔部分を差し込んで、そして角か、先にこれだな。ん、どっちだ。あ、これが先か。ほう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 。そして角の真ん中の部分ね。うまいことできてるな。少ない工程で全ての色分けができるようになってますね。はい、
もう頭部完成です。しかもこの完成度ですね。ここ切りたいな。ここだけちょっと切るか。うん、角の先端の部分ね。これだけはちょっと切っとかんとやっぱりカッコつかんよな。この切るときはね、一気に切ったら割れたりかけたりする可能性があるので、ちょっとずつそぐように切っていきましょう。次はボディですね。いや、こんな分割今まで見たことないね。はい、そして次は脇腹パーツ、後ろからボールジョイントに。ああ、なるほどね。へえ、いや、目新しいことの連続ですね、本当に。すごい感心してばっかしになるわ。はへえ、これでこの分割か。わずか4パーツでこの色分け、すごいな本当に。そしてこのボールジョイントと、さらに脇腹の下のパーツ、これを組み合わせて、そして後ろからはめると。ふむふむ。で、首だね。あ、これで完成ですね。あとは肩のパーツですね。肩のパーツどれだ。これですね。ちゃう、これだ。これはここだな。はい、あ、パチンと行きましたね。もう一つ反対側も同様に取り付け。おお、もうすでにボディが完成いたしました。早い早い。バックパックももう必要最低限の部品数ですね。たった3つ。そして本体に取り付けと。はい、腕はもう内部構造とか関係なしにもういきなり組み始めるんだね。へえ、手順が変わってるよね。そして関節パーツで、前からカバーパーツですね。で、拳、あとは、うん、これもカバーかぶせるように。そして肩、内部パーツと。腰はまずフロントアーマーからだね。これも真四角かな。うん、上下も決まってないみたい。はい、そしてまずはこれだな。 V の字のところ、ここまで色分けされてるんやね、これ。はい、で、リアアーマー。あ、リアアーマーもこういう仕組みか。なるほどなるほど、これで色分けか。で、フロントアーマーを差し込んで、前のカバーを取り付け。そしてサイドアーマーですね。サイドアーマーボールジョイント。次は足ですね。はい、足首の部分、そして足首の関節部分ですね。ボールジョイントになってます。後ろからはめ込む感じ。お、そしてアンクルガードですね。ここ軸細いのでね、ちょっと気ぃつけな、ダメかな。アンクルガードは上下決まってますね。向きに注意です。足首はこれで完成ですね。そしてすね、これね、外装を先にこうモナカ組みするっていうのがね、すげえ不安を感じる。いや、合ってるんですけどね、合ってるんですけどね、ガンプラで外装をまずモナカっていうのがね、内部構造がないのがすげえ組み立ててて不安に感じる。合ってんのかなっていう、そんな感じですね。はい、あ、膝は二重関節になってるみたいですね。太ももも、まずは外装のモナカ組み。これもなんか不安を感じるな。本当に合ってるんだろうかって感じで。はい、そして後ろから関節カバーですね。そして股関節、股関節、うん、股関節だね。はい、足首を取り付け。はい、これで足も完成ですね。はい、そしてビームライフル、ビームライフルもモナカ割り。そしてターゲットスコープを取り付け。シールドもまずは十字部分を取り付けて、そして白い部分。ああ、完全な色分けだね。そして持ち手部分ですね。持ち手部分はこう向けか。さあ、あとは本体各部取り付けですね。腰ジョイントに足を取り付けます。そしてボディ、
腕を取り付けよう。で、肩アーマーですね。肩アーマー、左右、同じみたいですね。パチパチ組み上がるなぁ、本当に。すげえ早いぞ、これ。頭。あとは武器ですね。武器。はい、それでは完成しましたので、ぐるりと一周見ていきましょう。はい。全体はこんな感じになっております。ぐるりと。上からと下から、つま先部分だけ肉抜きがありますね。それ以外の部分は肉抜きが目立たない。あの部品数でこれだけの目立たない感じはすごいね。近くで見るとこんな感じです。はい。何度も言いますけど、エントリーグレード初プレイということでね。いや、すごいわ、本当に。この部品数でこの出来栄えか。後ろから見てもね、本当肉抜き穴がないんだよな。すげえぜ。頭部周り近くで見るとこんな感じです。顔周りもすげえかっこいいよね。いや、目の下のクマ、ほんとすごいね、これ。色分けじゃなくて影でこれを再現してるの、何度も言うけどマジですごいわ。で、可動範囲を見ていきましょう。まずは頭部はダブルボールジョイントですね。首の付け根とボディの付け根。自由に動きます。そして肩。肩はね、はい、ボールジョイントになってます。一回転可能。そして横方向へのスイング。本体側で真横まで。そして肩の内側のボールジョイントでさらに真上まで上がるようになってます。そしてロール軸に肘。肘は単関節ですね。そして手首はボールジョイントで自由に動きます。で、ボディ。ボディは、中にボールジョイントが入っていて、まずは横方向を見てみよう。はい、こんな感じですね。かなり曲がります。さらに屈伸。うん。十分ですね。後ろははい、脇腹が沈み込む設計になってますね。すごい。そしてサイドアーマー、ボールジョイントでまあだいたいこれぐらいかな、45度ぐらい。フロントアーマーはまあ45度、もうちょっとかな。はい、真横までは上がんないですね。で、股関節はシンプルなボールジョイントになってます。前方向に後ろ方向、後ろはリアアーマーが動かないですね。そして横方向、あー、この構造でね、すごいね。真横近くまで上がります。すげえ。そしてロール軸ですね。さらに膝は二重関節でここまで曲がります。で、足首ですね。まずアンクルガード、ボールジョイントになっていてある程度動きます。で、足首ですね、上方向に下方向、さらには回転軸はボールジョイントの遊びでこれぐらいかな。そして接地角、ビームサーベルはビームの部分ついてないんですけど、ちゃんと取り付け用の穴がありますので、他のガンプラから持ってくることはできます。そして、ライフル。ビームライフルはターゲットスコープの移動が可能ですね。シールドは背中にマウントも可能。さらには腕の横の部分にも可能で、で、手に持たせるときは、この部分ですね。持ち手部分を一旦取り外して角度を変えます。そして、拳に持たせる。そして、横にも。取り付けと、お、これはバッチシですね。ちょっとね、シールド下すぎかなって感じはしますね。はい、ポーズをつけるとこんな感じです。いや、これ十分かっこいいね。おお、ここまでのポーズ取れるんか、すごいな。あの部品数だろ。はい、膝立ちもちゃんとできますね。あー、すごいな。触ってて思ったことはね、部品数が少ないおかげですっげえかっちりしてる。ふにゃふにゃしたりポロポロしたりがないね。こりゃいいわ。はい、 HG144/1 ガンダムやペットボトルと比べると大きさはこんな感じです。うん、この HG のガンダムもかなりくたびれてきてますしね。角もだいぶ前から折れてますし、そろそろ引退かな。こちらに比較の座を譲ろうかな。しかし HG と並べて比べても遜色ないな。そんなに出来が劣ってるとは思えないぞ。ディテールもね、あっさりしてるんだけど、チャチーな感じは全くないね。はい、というわけで今回の動画は、食玩ガンプラ入りラウンドボックスのエントリーグレード144/1ガンダムスノーイメージカラーのレビューでしたが、いかがだったでしょうか。今
今回は食玩版だったんですけどね、ちゃんとプラモ版のエントリーグレードもこちらもね550円というかなりお安い値段でプラモとして発売されているので、そうですね、エントリーグレード初体験だったんですけど、これはね本当これからガンプラ組む人とかね、子供とかに最初に作ってほしいガンプラですね。最初の体験でね、誰でも組める感じでこの完成度のガンダムが出来上がるならね、本当ガンプラ好きになってくれると思います。いや、エントリーグレード噂には聞いてたけど、ほんとすごい商品だなっていうのが分かりました。いやー、技術の進歩ってすごいよね。そして今回はノーマルカラーじゃなくて食玩専用のガンダムスノーイメージということで特殊カラーになってますが、このカラーもいいね。いかにもガンダム寒冷地仕様って感じのカラーでね、妄想が進みます。後ろのね、バケツのパッケージにもね、ちゃんと雪中でこのようにね戦ってるイメージイラストがついていますのでね、はい、これでイメージしながらね、ガンダム寒冷地仕様ということに僕はしてね、飾っていきたいと思います。いやー、いいね、今回は大満足な品です。さあ、そしてこちらの方もねレビューするので、そちらの方の動画もよろしくお願いします。はい、こちらは同じような食玩ですが、ストライクルージュが入っております。まだ一般発売していないストライクガンダムのルージュカラーですね。ライトパッケージバージョンが入っております。こちらはライトパッケージですね。武器がついておりません。はい、こちらの方もねすぐ動画上げたいと思いますので、よかったらそちらの動画もよろしくお願いします。はい、今回はそんなとこですね。これ以外にもおもちゃプラモフィギュア動画上げておりますので、そちらのよかったらそちらの方もね、一緒に見てください。では次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。ゆきよでした。